ようこそ、もっと知りたい話題へ。ナビゲーターのウニです。さて、アマテラス大御神は、八百万の神々が存在するとされる日本の神様の中でも、特に名前の知られた神様と言えるでしょう。お伊勢様、あるいは神明様との愛称も持つアマテラス大御神は、日本各地をお守りしています。お伊勢様は、言わずと知れた伊勢神宮に鎮座している太陽の女神であり、皇室の祖神とされ、その信仰が日本人の生活に広く浸透していることから、日本の総氏神とも言われています。そして、神明様とは、伊勢神宮の神霊を分配して祀る神社を神明社と呼ぶことから派生した、親しみを込めた呼称と言えるでしょう。現在全国には、アマテラス大御神を主祭神とし、伊勢神宮を総本社とする神社は1万8000社に上るとされています。ところが、そんな日本を代表する神様であるにもかかわらず、アマテラス大御神は謎に包まれた正体がはっきりしない存在なのです。中でも気になるのは、多くの人が女神と信じて疑わないアマテラス大御神が、本当は女神だとする説です。ということで今回は、アマテラス大御神の女神説について徹底深掘りしていきます。そもそもアマテラス大御神はどんな神様？アマテラス大御神の誕生秘話は、日本を作った神様であるイザナギが、妻のイザナミを訪ねて黄泉の国へ行き、その後現世へと逃げ帰ってきたことから始まります。黄泉の国へ出向いたことですっかり汚れてしまったイザナギは、つくしの国の阿波木原でみそぎ払いをしました。この際、イザナギが左の目を洗った時に誕生したのが、アマテラス大御神です。同時に、右の目からはツクヨミの御事が、鼻からはスサノオの御事が誕生し、イザナギはこの神々の誕生を非常に喜び、三柱の神を、三柱の渦の御子と呼びました。そしてアマテラス大御神には、高間ヶ原を治めよと、天上世界を治め、太陽を司るように命じ、月読みの御子には夜の国を、そしてスサノオの御子には海原を統治させました。以上が、日本の正史とされている古事記における、アマテラス大御神の誕生の神話です。日本の正史でアマテラス大御神はどんな書かれ方をしているの？日本には古事記ともう一つ、日本書紀という正史があります。日本書紀では、スサノオの御事が高間ヶ原にアマテラス大御神を訪ねる記述で、アマテラス大御神は甘味噌を織るため、旗殿にいるとの記述があり、スサノオの御事が姉と呼んでいることから、女神と認識できるとされています。一方、前述の古事記では、スサノオの御事が高間ヶ原にアマテラス大御神を訪ねた際に、アマテラス大御神が髪を解いて、みずらに言うという記述があるため、これを断層と解釈し、女神と示唆されているようです。正史であるはずの日本書紀におけるアマテラス大御神の矛盾点。しかし、ここで取り上げたいのは、日本書紀の国生みで語られる、神道における陰陽二元論です。陰陽二元論とは、古代中国の自然哲学であり、神羅万象のありとあらゆる事物は、陰と陽という互いに対立する属性を持った二つのカテゴリーに分類できるとする思想です。日本神話との関わりが深い神道は、陰陽二元論が根底にあるため、男性は陽で女性は陰、太陽は陽で月は陰とする考えが根付いています。この考えを肯定するように、日本書紀の国生み神話では、イザナギを、オカミ、イザナミを、メカミと記述しています。これらの陰陽の思想に当てはめて考えると、太陽神のアマテラス大御神が女性というのは、なんとなく腑に落ちないと言えるのではないでしょうか。正史であるはずの日本書紀なのに、アマテラス大御神の性別に関して、こうも不自然なのはどうしてなのでしょう。この件について、アマテラス大御神は、女神説を唱える、読み替えられた日本神話の著者、
仏教大学歴史学部歴史文化科学科教授の斉藤秀樹氏は、藤原不比等が危機を編纂する際に女性が天皇に即位できるように作り変えたと述べています。危機とは、古事記の記と日本書紀の記を合わせた歴史書を指す言葉です。確かに古事記や日本書紀が藤原不比等を中心に編纂されたとする時代は、持統天皇、元明天皇、元正天皇と女性の天皇が多く誕生しています。しかし藤原不比等が日本書紀の編纂に深く関わった可能性はあるものの、本当に関わったかどうかについてはまだ明らかにはなっていません。そのためこの説の真意は今も検証中ではあるものの、後の世で強大な権力を手にする藤原氏の実質的な過疎と目される不比等が神話を時の天皇に忖度して作り変えたという説は非常に説得力があると言えるでしょう。天照大神と卑弥呼の多すぎる共通点は、男から女に修正したからこそ？日本の古代史において天照大神と並んで大きな謎となっているのが、邪馬台国の女王である卑弥呼です。そもそも卑弥呼とは一体何者だったのでしょうか？日本史の教科書に描かれる卑弥呼は、魏志倭人伝の記述が元になっており、神に仕える巫女で宗教的権威を持つ女王とされています。しかし実は卑弥呼には、古事記や日本書紀で天皇の祖神とされている天照大神だとする説もあるのです。というのも、実在が確実とされる天皇の在位年数から、日本神話に登場する天皇の在位年数を推測すると、卑弥呼と天照大神は年代がちょうど重なるため、天照大神は卑弥呼を神格化したものではないかとされているのです。卑弥呼も天照大神も女性で弟がいて、生涯夫を持たなかったと伝えられるなど、共通項も多いだけに、卑弥呼を天皇の起源とする説には一応の説得力があるとされています。天照大神の天の岩戸隠れと、卑弥呼死亡時の皆既月食。天照大神と卑弥呼の共通点として外せないのが、天の岩戸隠れの神話です。天の岩戸隠れとは、天照大神が弟のスサノオノミコトの狼藉に怒り、天の岩戸に隠れてしまったとするエピソードです。太陽神でもある天照大神が隠れてしまったことで、高間ヶ原は闇に包まれてしまい、様々な災いが起こりました。そこで、八百万の神々が相談し、様々な手段を用いて、天照大神を天の岩戸から誘い出し、高間ヶ原には無事光が戻ったのでした。この状況と同じような現象が、魏志倭人伝にも記述されています。それは、卑弥呼が亡くなった年に皆既月食が起こり、国が乱れたとするものです。天照大神が天の岩戸に隠れ災いが起こったということと、卑弥呼が亡くなったことによる皆既月食で国が乱れたということとは、同一と解釈できるのではと考えられているのです。天照大神は卑弥呼に寄せて書かれた？そして、最も簡単な理由は、魏の史書に名前が記載されるくらいすごい人物ならば、日本でもすごい人物だったに違いないと考えたときに、そこまですごい人物は天照大神しかいないのではないかということです。とはいえ、多くの共通点がある天照大神と卑弥呼ではありますが、天照大神イコール卑弥呼の説には問題点もあり、現段階では断定に至っていません。ただ、ここで重要になるのは、この共通点のゆえんです。仮に天照大神が男性であったとした場合、性別を女性に変更する際に、過去に存在した偉大な女王をモデルにするのは、確実で手っ取り早い方法だと思える点です。もしもそうだとするなら、天照大神のキャラクターが、卑弥呼に寄せて作り変えられた可能性は、十分に考えられるのではないでしょうか。歴史ある祇園祭りの天照大神は、眉目秀麗の美男子？
加えてもう一つ、アマテラス大神がもともとは男性だったという説を強力に後押ししているのが、1000年以上の歴史を誇る京都の祇園祭りです。時は869年、平安京で怨霊を鎮めるために行われた御霊会が起源とされる祇園祭りは、豪華絢爛な山鉾巡行が人気です。30以上ある山鉾の中には、日本神話の天の岩戸と、国生みを色濃く表した引山、岩戸山と呼ばれる山鉾があり、天照大御神、田力尾御子と、イザナギの御子の御柱の御神体が祀られているのですが、御所人形を思わせる御粉の肌で、見目麗しい天照大御神は、なぜか男子の姿をしているのです。岩戸山を手掛ける岩戸山町では、天照大御神は美目秀麗の美男子であり、白食行花菱綾織バカまで浅靴を履き、直径12センチほどの円鏡を首にかけ、尺を持つと伝わっているのだそうです。ここでははっきりと男子という文言が書かれていますね。天照大御神イコール拝み説を示唆する多くの文献や記録。その他にも平安時代の寛治4年11月4日伊勢奉幣式では、伊勢神宮に奉納する天照大御神の装束一式がほとんど男性用の衣装だったと記されています。奉幣式とは天皇の命による神社などへの献上品一覧のことです。加えて江戸時代の伊勢下宮の神官、渡来の津舟はこの一文を根拠とし、平安時代の中期の貴族の日記、左慶記に記された女子用装束と比較した上で、これを見れば天照大御神は実は拝神のこと明らかなりとの一文を残しています。また江戸時代に各地に円空仏と呼ばれる独自の作風を持った木彫りの仏像を残したことで知られる円空が、拝神として天照大御神の塑像を制作しているのも見逃せません。さらには江戸時代に流行した生図絵には天照大御神が拝神として描かれているものもあり、江戸時代には荻生徂徠や山形番頭などの高名な学者たちが拝み説を主張しており、明治以降も津田宗吉を筆頭とする歴史学者や神話学者が拝み説を唱えているのです。天照大御神イコール拝み説は随分と古くから検証されてきたようですね。さて、いかがでしたでしょうか。今回は天照大御神の拝み説について徹底深掘りしてきました。現在は江戸時代中期から後期にかけて発達した古典研究の学派、国学で主流となった女神説が一般的であり、伊勢神宮をはじめ各神社でも女神としています。そのため天照大御神は女神と信じている方も多いことでしょう。しかし歴史を紐解いていくと、女神である根拠が揺らいでいくのは確かです。ちなみに国立国会図書館が全国の図書館などと共同で構築している調べ物のためのデータベース、レファレンス共同データベースでは、伊勢神宮に祀られている天照大御神は男か女か知りたいという質問に対して、天照大御神は女神説と拝み説両方あるので男か女かは不明と回答しています。国会図書館に収蔵されている莫大なデータベースをもってしても、拝み説、女神説どちらもあり、結論を出すことは難しいとされたようです。また、もともと神様に性別はないとする説を唱える識者もいるようですので、この混沌はまだまだ収まりそうにありません。とはいえ、不思議なのは、天照大御神は女神だとしても、拝神だとしても、はたまた卑弥呼だとしても、どれもなんとなく違和感がないように思えてしまうことです。もしかすると天照大御神は、その姿がどんな形であっても不自然に思わないほどに大きく柔軟な存在であるのかもしれませんね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またよろしかったらグッド評価、動画を見て思ったことをコメント欄へお寄せください。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。またね。